今回は学生さんからいただいた悩みに答えていきたいと思います。改めましてどうも、ハイチーです。以前ですね、こちらのショートで発表させてもらったんですが、私今ゲーム型英語学習アプリのリズダムっていうアプリがあるんですけど、そちらのねアンバサダーやってるんですよ。でそのリズダムの企画でですね、アンバサダーにこう悩み相談で聞いてみたいことありますかっていうのをやらせてもらっていて、でもたくさんご応募いただいたんですが、今回そのご応募いただいた方の中から5名の悩み相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。それではまず一つ目の悩み相談からいきましょう。これは中学1年生の方からいただきました。ありがとうございます。英検もそれ以外のテストもどれだけ事前に頑張って勉強しても本番に緊張してできないという悩み相談です。まずこちら答えていきましょう。緊張って、緊張だけだったらさ、個人的には悪くないと思っているの。なんでかっていうと、緊張するからさ、こう油断をせずにこうね、望むことができると思っていていいんだよ。いいんだけど、緊張ってね、あるやつ一人連れてくるんだよね。それが焦りなんだよ。そう、焦りを連れてくる。うまくいかなかったらどうしようとかって、いろんなそういうね、焦りが連れてくるから、そいつがちょっと悪さをする感覚になって、例えばさ、緊張しちゃって、で焦っちゃって、うまく解けなかったとか、時間配分ミスっちゃった、なんてことが起こるんだと思うんだよね。でも俺39年生きてきて、まあ緊張しいな性格もあるかもしれないんだけど、やっぱりどれだけ練習しても、どれだけ勉強をしていっても、緊張はする。だってさ、本気なんだもん。どうでもいいテストでは緊張しないんだって。別にミスってもいいしって、緊張しないから。緊張するってことはやっぱりやってきた努力をしてきたものをちゃんと成果として出したい、頑張ってきた証拠なんだよね。であいつらはやっぱり努力をしてきた分だけやってくる、緊張とか焦りっていうのは。だったら緊張とか焦りっていうものをネガティブに捉えるのをやめるっていうのは一個手だと思ってます。どういうことかっていうと、例えば緊張、あ、もう緊張してどうしようどうしよう、焦っちゃうどうしようどうしようって思うんじゃなくて、緊張するよね、そりゃそうだよ、一生懸命やってきたんだもんって。いや焦るよね、そりゃそうだよ、だってミスしたくないんだもん、本気でやってきたからって。だから俺よく緊張とか焦りとか不安とかもそうなんだけど、こいつらと肩組んでね、緊張焦り不安みたいな、肩組んで一緒に行こうぜって、お前らいなくったとと、お前らいなくなってよっていうことじゃなくって、もういて当然だよねって受け入れちゃうの。そうで、そうすると緊張してる自分、焦ってる自分に焦るっていう悪循環が起こらなくなる。だってしょうがないするもんって、そうするもんって受け入れた上で、じゃあ今できること何なのっていう風に思い、そうね、こう視点を変えていけると、そのね、テスト本番でこう問題集めくった時に、よし、やれることやるしかないよなって、時間配分を練習してきた、あとよく自分は問題解くときにさ、あ、こうやっててね、あ、ちょっとミスするかもとか、ちょっと計算怪しいかもっていう問題とかには印付けなっていうの、優先的に見直しができるから、そういったいろんな自分のこだわりとか技をちゃんとそこだけやっていけば、その力をより発揮できるようになるので、緊張自体をあまりネガティブに悪く捉えない、お前ら一緒に行こうぜって、そういった感覚で受け入れられるとちょっと見方が変わると思うので、ぜひね、参考にしてみてください。2つ目の相談です。こちらは高校2年生の方からいただきました。ありがとうございます。勉強してもめっちゃ勉強したなっていう感じがしない時があります。ただ1時間座っただけみたいな感覚になる時もあります。どうすればちゃんと勉強したって感じで達成感が得られますかという相談です。勉強が一通り終わってさ、休憩に入る直前だとか、一日の最後ね、一日の勉強の終わりの時とかに、ぜひその日一日とか直前に勉強した内容で、何が新しくできるようになったのか、何を新しく覚えたのかっていうのを確認してから休憩に入る。確認してから寝るって。それを習慣づけてください。きっとね、高校生になるとさ、勉強することも多くなるじゃん。あれもこれもってめっちゃ頑張ってんだよ。めっちゃ頑張ってるから。でも、やってることがたくさんありすぎて、何を定着させたんだっけっていう確認をおろそかにすると、なんかたらたら歩いてる、いっぱい歩いてるはずなのに、え、なんか無駄なことしてんじゃないかなっていう迷いが発生しちゃうし、確認をすることによってさ、やっぱりこう復習になるから定着率も上がっていくんだよね。だから自分が新しく何ができるようになったのかっていうのを結構細かく確認する、その癖をつけると、まあ、すごいね、達成感イエーイって、そこまでいかないかもしれないけど、でも、あ、この時間はこれをやるために頑張ってたんだっていう確認はできるので、ぜひやってみてください。それでは3つ目いきましょう。こちらは高校1年
先生の方からいただきました。ありがとうございます。使ってる問題集が自分のレベルと比べやや簡単だと感じた時に、新しくハイレベルな問題集を買うのと、そのまま今の問題集を進めて基礎を固めるのではどちらが効果的ですかという相談です。これはね、正直ちょっと難しいっていうのは、その子の状況によるかなっていうところも多少あるんだよね。でもアドバイスとしては、この簡単だなって思ってる問題集あるよね。でこれが全部余裕ですみたいな、もう全部解けちゃいますっていうレベルだったらやる必要はないかな。うん。でも1ページに 1,2 問でもミスったりとか分かんない問題があるんだったらやってる意味はあるよね。だってそこでレベルアップできてるから。たださ、やっぱ簡単だなってちょっと感じてるのを時間かけるのってなんか効率悪そうな気がしてくる。なのでやり方を工夫するといいです。例えばね、全部の問題をさ、ノートに書いてやるとか書き込んでやる方もいると思うんだけど、時間かかるじゃん、書くっていう作業が。例えば英語の問題とかだったら、もう書くのをやめて、1番は when とで、2番は is broken かなみたいな。これでやっていってさ、その得意でさ、解けてるからさ、頭の中でも記憶残ってるから、まあ1ページ、まあもしくは大問1個分だけパッてやって答え見て確認するみたいな。つまり多少時間を短縮した勉強法してサクサク進めていく。で、間違った問題だけ印をつけてさ、後々復習できればさ、自分の穴を探す、抜けを探すっていう意味ではすごく効率的だよね。まあ、そういったやり方はありだと思う。でも、そっちだけ、まあね、狙ってるところのレベルにもよると思うんだよ。目指してるところにもよると思うんだけど、高いところ、今よりも高いところを目指すんであれば、基礎固めだけをするんでは届かない。やっぱり難しい問題、ハイレベル問題をやる必要は出てくるので、まあ、こっちの基礎固めをやりつつ、でもちょっと時間を短縮して、こうね、短くした上でハイレベルな方を、まあ、ハイレベルもさ、また自分のとってちょっと上だよ。高すぎるとやっぱり、ね、厳しいので、ちょっと上レベルのものを買ってそっちに時間を割くっていう方が個人的にはいいと思っているので、もし基礎固め、そうね、簡単だなって感じているものをやるときにはやり方の工夫をするといいと思ってますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは4つ目いきましょう。これは高校1年生の方からいただきました。ありがとうございます。勉強を始めることが苦手で、なかなか始められず遊んでしまいます。また始められてもすぐに飽きてしまい、長い時間できません。どうしたらいいでしょうかということで、こちら答えていきましょう。ちょっと質問なんですけど、勉強やんなきゃいけないとかさ、やんなきゃいけないことが分かってる上でさ、まあ、遊び行っちゃうよね、遊んじゃった時に、まあ、後悔だったりとか出てくること多いと思うんですよ。だから相談くれてると思うんですけど、楽しくなくない？その遊んでた時間がさ、なんかダメだったもん。せっかくさ、好きなことやってんのにさ、なんかダメなことをしてた時間っていうネガティブな思い出にならん？それってすげえもったいないと思うんだよね。やっぱ好きなことやるんだったらさ、よっしゃ楽しめたーってなった方が良くない？っていうことで、そのためにもやっぱメリハリは大事にしていこう。では今回はね、勉強始めるっていうところについて答えていこうと思うんですけど、まあ、多くの方が例えば何時から何の科目を始めるって予定立てると思うんです。今学校から帰ってきて、じゃあ16時半だとします。じゃあ19時からご飯食べた後の19時から英語やろうみたいな決めると思うんですよ。でもなかなかうまくいかない。でこのうまくいく方法のまず1個目のポイントとしては、英語を始めるっていう科目で決めない。もっと具体的に決めるの。英語のどのワークのどのページのどの問題やるの、まあ、スタートをピンポイントから決めるんです。これはすげえ大事。人ってね、決めるって意外とね、エネルギー使うんですよ。これリズム使う時もね、ぜひね、もう使う方はね、参考にしてほしいんですけど、私リズムやろうってやるんじゃなくって、明日は、じゃ今日ね、やった後に、明日は、どの学年、まあ、文法とかリスニングとかさ、単語あるからさ、リスニングの何番のやつからやっていくぞってピンポイントで決める。今から勉強しよう、今からリズムやろうって始めて、どれやろうかなって時間を作らない方がいい。これがあるだけでも、勉強のスタートに入れる確率がすごく下がっちゃう。だから、例えば勉強を始める、まあ、学校とかでもそうだし、前日に勉強してるなら、明日帰ってきてからの勉強はこっからとか、どのタイミングでもいいんだけど、先にピンポイントで始めるところを決める。これまず1個やってみてください。で、もう1個は19時から始めるって決めてるんだったら、1分前か2分前、もっと言うと5分前ぐらいにタイマーかける。18時55分にタイマーをかけて、そのタイマーなったら、はい、机 GO です。GO。で、その5分間何するかっていうと、そんなさ、勉強机が、その英語のね、その問題をピンポイントから始める環境整ってないって。昨日の勉強のままだったりとか、ちょっと散らかってたり、消しゴムのカスがあったりしてるんだから、その5分間で、
環境と自分の気持ちを整えに行くので、19時になったらもうその1問目を始められるようにする。だってあのさ、これ完璧主義な方、俺もそうなんだけど、完璧主義な方結構多くって、19時から始めようって座りました、そっからなんかバタバタしてたら5分経っちゃいましたって、うわなんか始められてねえじゃんって思って、もうメンタル下がってグダグダな、ダメって起こりやすいのよ。だから19時からピンポイントで絶対始められるように、5分前から環境とメンタル、マインドを作っていく。そして事前にやる問題をピンポイントで決めておくと、毎回ではないけどもスタートをさってさって入っちゃえば、始めちゃえば人は続くから、意外と作業興奮あるから続くので、ぜひこちらやってみてください。そして最後5つ目の相談は、もう多くの方からいただきました、やる気が出ない、どうすればいいですかって相談、答えていきましょう。やる気が出ない、その時にやる気スイッチポチって押せたら楽ですよね奥さんそれができないから困ってるんですよ、私もそうなんですけど。でもやる気が出ないな、しんどいなって思った時には、私は2択です、2つの2択しかないんです。それは何かっていうと、まずはやる気が出なくてもやる、やるんです。やる気が出ないことをやらない理由にしないの。だってやること分かってんだから。みんなもさ、もうやること分かんないって悩みじゃないでしょ。あれやんなきゃ、これやんなきゃっていっぱいある状態で、もちろんどれやるかは決めなきゃいけないんだけども、やらなきゃいけないことは分かってる、じゃあやるんだよっていうのがまず一択で、もう一択は休むです。でもこの休むっていう方は、もうさ、体が疲れたりとか心が本当に疲れてるときは休んで、ほら必要だからね、休みは必要なんだよ。でも休むことによってメンタルが下がる、つまり何休んでんだよって、ダメじゃん自分、ダメじゃん俺、私ってなりそうなら休まない方がいい。やる気が出ない、しんどい、でもちょっと量のね、目標の量を減らしてやるの、そっちに行った方がいいっていう風にぜひやってください。私はもうこのアドバイスしかできないんですけど、そうやって39年生きてきたので、ぜひね、やる気が出ねえなって思った時には、今どっちの2択なのかなって考えて決めてもらえればと思います。はい、ということで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回紹介させてもらったリズダム、こちらね、アンバサダーやってるリズダムはアプリストアでダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてみてください。うちもね、私と息子2人3人で使ってるんですけど、英語学習にはすごくいいアプリだと本当に思っているので、ぜひね、一回試してもらえれば嬉しいです。でちなみにこのね、アンバサダーが答えるって企画、ミオリンさんもね、撮ってる、まあ概要欄に貼ってるから撮ってると思うので、よかったらね、他の相談も聞いてみたいっていう方はミオリンさんのページ飛んでもらえればと思いますので、よろしくお願いします。では来週またね、何か喋っていきますので、よかったらそちらも見てもらえたら幸いです。では来週またお会いしましょう。ほんじゃまたね、バイバイ。